大宮放課大学院大学は、埼玉県埼玉市大宮区桜木町4の333の13に本部を置いていた、日本の私立大学である。2004年に設置され、2015年に廃止された。学部を持たず、放課大学院のみからなる大学院大学。2015年9月末で閉学した。学校法人、佐藤久志学園と、 第2東京弁護士会が2002年に提携。2003年11月に文科省の設置認可を経て2004年4月に開学。日本では大学に付属しない大学院大学形態による唯一の法科大学院であったが、2011年8月8日、法科大学院を持つ東院横浜大学と統合することが発表され、廃校が決まった。2012年4月から、 統合作業に入り、統合作業完了に伴い2015年9月30日、開学から11年で廃校した。閉学後は、大学の入居していたアルズビルに佐藤久志学園が開設する学習サポートセンターにて、最長5年間をめどに一部教員による課外授業などを継続するとしている。社会人、特に有職者を、有職のまま放課大学院で養成し、 放送会に送り込もうときとし、全国でも数少ない夜間コースを要したが、設立以来毎年3億円程度の赤字が続き、司法試験合格率も数パーセント、長らく入学者は定員の半分にも満たない状態が続いていた。また、2007年には新司法試験交際員を務めている実務課教授2人が2007年度、新司法試験同盟問題に関与している。 アルズビル時代は、1階にリーガルクリニック、学生食堂、2階に佐藤英太郎記念行動、ラウンジ、リーガルカフェなど、3階に法廷教室、図書室、4階に図書室、自習室、5から6階に教室、7から10階に研究室を有していた。統合先の党員法科大学院は2018年度より、学生の募集を停止すると発表した。 ABC 閉学後の学習支援体制について、佐藤久志学園、2015年9月8日 AB、共同声明文。東印法科大学院。2018年3月8日閲覧。AB、東印横浜と大宮、法科大学院で、初の統合16年度目度。日本経済新聞。 https://www.nickey.com スラッシュアーティクルスラッシュ tgxnastg0802zy1a800ccr%2018 年3月8日閲覧立教大と東院横浜大法科大学院の募集停止日本経済新聞 https://www.2k.com スラッシュアーティクルスラッシュ d g x l a s d g 2 6 h a n w 7 a 5 1 2 0 c 1 c r 5 0 0 0 2 0 1 8年3月8日閲覧ありがとうございます